月9日金曜日夜8時になりました。こんばんは、あかねクラブ FM 大阪のスタジオから男子チームアバンギャルディをプロデュースしている振付師あかねでーす。はい、8月9日でございます。皆さん元気ですか？暑いよね、本当にね、暑い暑い。もう今年の夏はどこも行けません。もう一生私も家に、もう暇さえあれば家の中でゴロゴロしております。みんなもそうかな。はい、そんなね、もうどこも行きたくない方に、はい、もうおすすめの場所があります。はい、それはですね、映画館。はい、映画でございます。映画、もしも徳川家康が総理大臣になったら、はい、これを私は今絶賛おすすめしております。私がね、秀吉ダンスというのを、はい、振り付けました。竹中直人さんの振り付けを私はやったんです。はい、それは私はこの前見に行ってきました。なんかたまたま見た映画館がですね、この模試得のね、上映をね、プレミアシートっていうのあれで見させてもらいました。ちょっと高いんですよ、普通の一般的なシートよりも、多分200円か100円かぐらい高いんですけど、ふかふかでリクライニングがある、そのプレミアシートに座り、ポップコーンのデカサイズ、ハーフ&ハーフ、塩とキャラメル、塩にはバター入れるやつ、ね、で、食べて涼しい部屋でね、で、ポリポリ食べながら、メロンジュースを飲みながら、どう？美味しいしさ、でさ、涼しいしさ、快適だし、で、映画は面白い。はい、超面白いでございます。なんか自分が結構この、もしも徳川家康が総理大臣になったらっていうこのもし徳の映画の中で撮影現場も結構そのなんていうんですか、竹中さんが踊るシーンは全部付き添ったんですよ。で、こんなんあったなとか、ここ大変やったなとか。で、今は夏ですけど、撮影時はまあ冬場なんでね、超寒かったよなとかいろいろ思い出しながら見ました。で、今回は竹内監督、飛んで埼玉の監督、竹内監督なんですけれども、竹内監督の作品は、もう知ってる方ご存知の通り、大人数のエキストラの方が出てくるんですね。はい。だからそこをね、今回も、まあ、すごい大変そうな撮影ばっかりでね、なんかすごい、それもね、すごい良かったですね。はい。でも、とにかく笑える映画でございますので、ぜひ映画館に遊びに行ってみてください。ちょっと見に行った時にね、どんな人が見に来てるんかなって言って、お客さんの客層とかも一応、まあ見ますけれども、結構、年配の方が多くいらっしゃいましてね、若い人はあんま少なかったかな。私が見た時はですよ。はい。なんか、結構、歴史好きのおじさんとかも、なんか見に行ってる感じでございました。はい。ぜひ皆さん遊びに行ってみてください。ということで、今週はですね、もう、夏でございますし、もう私が青春はもうこのレゲエばっかり聞いてたというか、ジャパレゲ。そう、もう中学生、高校生の時もほぼジャパレゲしか聞いてないし、ハイエストマウンテンも行ってたし、みたいな。なんでもその青春時代の楽曲、青春時代のもう、いっぱい思い出す曲を、ぶち上げソングを流したいと思います。はい。同じ世代の人とかはもう懐かしいと思うかもしれませんけれどもね。じゃあ、流すよ。はい。では、1曲目。チェホンと、マイティジャムロック&タカフィンで、ホット熱っ。はい、これ。あげあげあげ。FM 大阪アカネクラブ、見つけしのアカネです。それでは、アバンギャルディの、ということで、今週はこのお二人が来ています。自己紹介、お願いします。こんにちは、春音アバンギャルディと、ミユアバンギャルディです。よろしくお願いします。お願いします。はい。
ということで。お久しぶりです。お久しぶり。開いたから。お久しぶりです。頼むで、ほんまに。はい、ということで、久しぶりやし、なんか私たちも久しぶり、はい、ですよね。ちょっと、夏休みというか、夏休みかな。そうですね。はい、長期休暇をいただいておりますって感じでございますが、はい、どうですか？どのようにお過ごしになってます？ヘアカラーをしました。そんなこと？え、でも、珍しいよな。髪の毛の色を変えたことが、その長期休暇では。もっと一番トピックなの。嘘もっとなんか夏らしいことしてるとかないんですか？昼暑すぎて、外に出られない。なんかさ、今年結構異常な暑さじゃない？暑いです。もうほんまに皮膚が溶けていくのも始まってる。もうなんかいつもと全然違う感じがします。あ、じゃあもう夏になって、はい、今もどこにも行かず。全然あかんない。昼夜逆転して。あ、わかる。マジで。みゆさんは？でも私も特にどこかに行ったことないんですけど、この、休み期間で、ちょっと、なんか研究をしようとしてて、なんか、ちょっと最近髪の毛を短くしたことで、ちょっとイケメンキャラみたいな、なんか、頑張りなさいみたいな感じに言われて、私イケメン全然分からへんから、イケメン、いろんなイケメン見て、当たりまくってる。そう。この期間、ほんまにイケメン探ししかしなくて。それで、友達誘って、写真撮ってとか言いに行った、行って撮りに行ったりとか。イケメンの研究。はい。イケメン研究の期間ではあります。ちょっとどんなんか、一回習得した角度。イケメンを。うん。イケメン角度とかをちょっと。あ、もう、笑わないんですよ。今までの写真全部笑ってたんですけど、笑わない。あ、目をそらしたり。あ、それはイケメンなんだ。そう。わかんないんですよ。わかんないんですよ。というより、まずそんな、そんなに？その目そらしたりとかするのがかっこいいイケメン。なるポイント？なんか、自分は、こう、ちょっとだけフェイスラインが出てきたから、それをちょっと活かしていったら、セクシー系の、セクシーやけど、みたいな。が、ちょっといい感じ。真正面から撮るの苦手が、若干角度つけて。イケメンになる、はい。絶対腕時計つけるようにしてて、最近。こう、足に違う、妖怪ウォッチみたいな感じでするんじゃなくて、ちょっとこう、時計いじってるみたいな仕方とかも入れるし、ほんまに、もう、振り向きとか、ボケっと入れたりとか。何ついたことがあったんです、私。ですか？なんか、ミエさんっていつもアプローチとかで、私もアプローチつけてるんですけど、なんか、いつもなんかその、アプローチっていろんなカバーとかあるんですけど、カバーとかのバンドがあるんですけど、なんか私はこうスポーティーな感じで、あ、スポーティーな感じでも大丈夫してるんですけど、なんかミューズさんだけいつもなんかラインストーンモテゴテ。そう、ギリギリ。じゃあ、あれもさ、服に合ってなくていつも、なんか、かっこいいな。じゃあ、あれはメンバーにもらったんですよ。だから大事にずっとあれを使ってたんですけど、いつも違和感感じてたんですけど、なんか今日から見たら、聞いてないんですけど、こういう私のスポーティーな感じ。しました。さすがイケメンが。そう、だから。気づきました？そうなんですよ。ちょっとだけ。いつも。そうなんです。そうなんです。なるほど、じゃあ。ちょっと頑張ってみようかなと。時計もリニューアルして。そうです、そうです。お前をちょっと。はい。目指してるんだ。だから、ちょっともっとね、そういう面でも。あ、可愛いだけじゃなくて、かっこいいもあるんだよっていうのを知ってもらえたらなと思って。なんか自分、可愛いだけじゃないとか言って、何ですか、その。可愛いは本当許されないんで、ニコって笑ってるとするじゃないですか。そして赤井さんにも、キモいからブリッコとかすんなって言われる。いやいや、そう。けど、全然そんな言い方してないですよ。でも、かっこいい一面もあるよと。うん。じゃあ、いい。今後、楽しみにしてください。楽しみにということでございますけど、はい。こう、オリンピックをがやってるからさ、今。そうだ、そうだ。お二人はオリンピックをご覧になってるの？ご覧になりましたよ。何見た？私は柔道の決勝チーム？はいはいはい。の、準優勝。ああ。なんですけど。あ、それ、燃えました？燃えました。なんか、最後まで諦めない気持ちをもらいました。うん、なるほどね。みゆさんは。柔道で言うと、その妹が、はい、歌っちゃったけど、歌さん。そう。お兄さんがその直後、はいはい、お兄ちゃんですよ。お兄さんがその直後に、ひぐみさんね、はい。安倍ひぐみ。うん、決勝で優勝そうや。見て、なんか、わかるわかる。もうなんか兄弟愛を感じたし、うん、感動したし、うんなんか本当にありがとうって思いました。日本ありがとう。日本ありがとうって。なんか私も、それで言うと夏休み何したかって言ったら、うん、気になる30時間寝ました。やば
ばい、すごい。え、1日、え、ん?ん ?24 時。もう1日半ね。過ぎてたってことですか?そう。何も食べず?食べてない。やばいやばいやばい。まずい。怖いやろ。初めての経験。でも、すんげえくたびれてて、多分。そう、だから、なんかずっと寝てたから、なんかあの、オリンピック全く見てなくて、で、この前なんか総集編みたいなのやってたのを見て、もう涙涙。へぇー、加藤さん。やっぱりすごい。やばいですね。頑張ってる人ってすごいって思いますね。そうです。うん。あ、でもあんまりオリンピック見てなさそう。あの、あれですね、あの、生中継を見てるとかじゃないんですけど、その、メダル取りましたみたいな。あ、いいですね。その戦ってる様子とか、うんうん、めちゃくちゃ湧きましたとか、うんうん、すごい技を決めましたとかいう、うん、それは見てね、テンション上がるよね、はい、そうなんです。それで言うとさ、もうブレイキンがこの正式種目と初めてのなりまして、うん、フランスで初めてやるんですけれども、この放送してる時にはまだか、おいや、まだなのか、もう今日か明日ぐらいじゃない?楽しみです。いやー、ブレイキンはね、なかなか日本が強いと今言われておりますから、いろいろプレッシャーの中ね、やるでしょうけど。あー、まあ、やっぱりシゲキックス。うん、シゲキックスは、大阪は狭山市出身でございます。そうなんですよ。狭山のもう確か観光大使かなんかもやってるんちゃいますか、そうですよ。すごい応援してるんで、優勝してほしいなと思いますね。いや、本当に優勝してほしいです。ね、だからブレイキンとかも、どういう風な見方で、ね、ジャッジするんですかね。そう、そんなんも楽しみやし、ね、なんかまあ、最近やったさ、BMX とかさ、うん、あの、スケボーとかさ、やつは、こう、解説も面白いなって言われてますから、そのあたりも注目度が高いと思いますのでね。解説も楽しみ。うん。楽しみにしていきましょう。はい。はい。頑張ってください頑張ってくださいはい、ということで、じゃあ、曲、行ってみたいと思いますよ。じゃあ、みゆさんから行こう。はい。まあ、最近、私、夏休み、うん、今も多分夏休みになったと思うんですけど、はい、最近まで学校に通ってて、うん、朝から、自転車こいで、行くことが多かったんですけど、すごい、その朝に、こう、眠たよとか思いな、思って、こう、辛い朝に、うん、絶対この曲を聴いております。すごい。すごい、一日がニコニコ始まるような、素敵な曲です、終わるけどね、週末で、明日から土日ですけど。いえいえ、その土日も朝から活動する人いますか?あ、そうか、うん。はい。じゃあ。はい。じゃあ。はい。あいみょんさんで、今夜このままです。どうぞ。なんて?あい、こういう?今夜?あ、今夜。今夜。こういう?なんて言うの?今夜このまま。もう一回言っときます?いける別に。もう一回。いきます。あいみょんさんで、今夜このままです。どうぞ。FM 大阪あかねクラブ振付師のあかねです。今週のおかっぱトークは、春音アヴァンゲルディとみゆアヴァンゲルディが来ています。はい、お願いします。もう暑い夏、もう何もする気が起きてないわ。私、あかねでございます。おかっぱです。はい、一緒です。一緒やな。これのために家出ましたぐらいの。はい、わかるわ。ねえ、もう。暑い。行きたくないから。夜なかったら出ない。何そう、私さ、この夏休みにめっちゃハマったことがあるんです。なんだ。地面師たち。見ましたか?何ですか?見てない?ネットフリックス?1位、地面師たち。絶対見よう。なんで見てない?契約してないですね。同じなんですよ。契約できる。一緒に契約してみます。すべてのトレンドが今もネットフリックスに入ってますからね。ちょっとこれはもう見てほしいんですけど、地面師たち。あのね、すごい。ほんまに怖い、グロテスク。グロテスク。で、なんか、なんか、まあ、詐欺師とかで、こう、騙し合いとかの話なんですよ。で、私、そういう、まあ、言ったら、まあ、半沢直樹だったりとかさ、あと何やったっけ、この前、ほら、やってた日曜日、ビーガンとか、ああいうの大好きなんですよ。で、マッチ度みたいなんてね、ネットフリックスさんはありがたいことに出してくれるんですよ。私がよく見てるのを見て。それがマッチ度がね、99%。
こんなんないから、いつもだいたい高くて98とか96とか。あ、そう、高いな。そう、でも、やっぱそういうのを見るやん。見て楽しいんやけど、99と出たらもうそれは絶対になるはずやんと思って、見まして、とんでもない。で、なんか、もうほんまに好きすぎて、なんか、あっという間に見ちゃったんよ。大根仁監督の作品なんですけれども、あのね、もうすべてが良かった。とにかく怖かったし、すべてが良かったんだけど、スリル満点だっただけなんだけど、もう一個だけすごいことに気がついたというか、なんかいろいろ YouTube とかでアフタートークとか見てて、知ったことなんですけど、登場人物にピエール滝さんが出てくる。ピエール滝さんって、ほら、どのグループに所属の方かわかりますか？あの人アーティストなんですよ。オラフの声とかしてはりますけど、違うんです。あの方はアーティストです。わかりません。私が大好きな電気グルーヴ。すげえ、電気グルーヴの、そう、方なんですけど、今回のその地面師たちは、石野卓球が作ってるんですよ。こう曲を、全部の曲を。だから、それも、もうあまって、なんか音ずっと私ね、その、なんていうの、エンディングとかの、その、エンドロールみたいなのも、見ちゃってたんでしょ、うん、タイトルバックとかも全部。別にそんな飛ばすのにいつも。うん、なんかいいなと思って、流してたら、石野卓球やってんです。はい。石野さん、石野卓球さんの曲というかもう全部、うん、全部作ってる。すごい。はい。もうやばいです。だから私の次が。作品みたいなもん。いえいえ。作品、あかねさんに。ほんまに。待ってるんだ。大根さんの監督もね、大根さん自体無敵とかのね、うん、監督ですけど、うん、もうその全てが詰まってるんですよ。で、もう騙し合い。もうこれが元。見たいんですけど。見てください。絶対見ます。契約しましょう。するそう。あともう一個は、ボーイフレンドね。ボーイフレンド。知らない？デトフリーは、かわいそうに、男の子同士が一つ屋根の下に暮らして、恋愛が起きたりとかする。もうだって超トレンドだもん、今。聞いたことある。見てる笑いが起きてる。ほら、何してるの？やっぱ置いていかれてる。そう、だからもう、私のもうおすすめ、これ。わかりました。そう、オリンピックもいいんだけど、これがね、ちょっとね、楽しかったの、この期間で。はい。おすすめシェアでございました。ありがとうございます。はい。じゃあ、メッセージを読ませていただきます。はい。ラジオネーム、サコアバディさん。アカネさん、アバの皆さん、こんばんは。こんばんは。先日のお台場冒険王のライブ、めっちゃかっこよかったです。ありがとうございます。来てくださっております。日本初作品が見られて大興奮でした。皆さん、めっちゃ汗をかかれていたので、熱中症にならないか心配で、アンコールを遠慮してしまいました。用意されていたらもう大変申し訳ないですという。いやね。これまずいただきましたけれどもね。私たち汗かきすぎて、めっちゃ仰いでくれてたんですよ、客席が。こんなに行ったら。そうですね。仰いでくれて、ほんまに申し訳ないぐらい。いやでも、すげえ暑かったので。昨日に汗かいてたもんな。はい。なんで、まぁ、ちょっと本当に内容も、まぁ、MC とか、ちょっとできるだけ短めに行こうか、という感じにしたりとか、考えましたね、あの日は。でも、アンコールは、はい、もうもちろん用意はしておりませんでした。はい。きっちり、ごめんなさいね。きっちり30分の予定だったんですけど、気持ちちょっと巻き目に。お客さんもしんどいやろっていうこともあってね。ちょっとほんまに、もう超ドヒル。お昼と真ん中。から始まりましたね。そうだったのよ。で、結構ね、夏休みの子供たちもね、結構来てくださってたので、まあ、とにかくみんな、熱中症、お互いに、熱中症にならんようにというのはやっておりました。はい、ありがとうございます。サイコロ夏になります。ねえ。そうだ、なりました。なりました。ありがとうございます。そして、こちら、高校生の娘が和太鼓部で頑張ってるのですかって。大会前や日頃、どんな言葉を親にかけられたら嬉しかったですか？またどんな言葉をかけられたいですか？大会後、成績にかかわらず、どんな言葉が嬉しいか教えてくださいって。なんか、私は、まあ、親のタイプもあると思うんですけど、あんまり、親から、なんか、頑張れよとか、なんか、どうなん最近とかあんまなくて、はい、どっちかというと、頑張ってたりとか、疲れて帰ってきたら、なんか、アイスを用意してくれてるとか、なんか、多分言わないんですよ。ちょっと恥ずかしがり屋で。だけど、なんか氷冷えてるか見てくれへんとか言われて、氷開けたら、アイスが入ってて、なんか、そう、そう食べてええで。
とか言ってくれたりとかする感じで、だから多分親やからこそ分かる子供のしんど辛いなみたいな様子あると思うので、それを見た時に何かちょっとしたプレゼントとかあったら多分気持ちも伝わると思うし、嬉しいと思います。そうなんや。はい。私は夜ご飯がハンバーグとか。なんかちょろっと、そう、ちょろっとなんか明日ハンバーグ食べたいなって言った時に、あ、ハンバーグを用意してくれた時に、はいはいはい、よし、じゃあ頑張るぞって思える。よし、そうですね。え、その言葉とかは別にいらないんですか？なんか、その多分自分の気持ちとかもあると思うんですけど、大会目やったら結構ピリピリしてたりとか、自分もなんかうまくいってなかったりとかする時もあるから、うん、頑張れって言われたら、なんかそれが逆に辛くなったりする時もあるかな、みたいな。そう？私は妹二人下行ってるんですけど、うん、大会前とかは、なんか枕元に頑張ってねって。やばーって。頑張らないとって思って。そうなんや、すごい、アイディアな。めちゃくちゃ応援してくれてます。やっぱ、なんか優しい。なあ。感動するするだけです。え、でも、まあ私はなんかよく親に相談したりとかしてたので、まあ絶対いけるよって言われたらもうそれは、その言葉を胸に頑張ってたって感じで、絶対いけるって、どうにもならんとこ。まあそれこそみんなにもそうやって励ましてもらってたんですけど、そう、絶対いけるとしか、まあその言葉、でいいなと思う、うん。最近言われたのは、自分が信じないと、どうすんのって言われて。いや、ほんまに、言わないけどね、した。ほんまに自信ないから、めっちゃほんまに自信ない人間で、で、もうどうしようできるか分からへんとか、不安にしてたら、自分がまず信じないと、できひんのじゃないって言われて、確かに、みたいな。マジ感動。やば。いろいろ出てくるな。すごいなぁ。すごいですよ、ね。優しい。でも、親の存在とか、うん、兄弟、友達の存在とかはでかいと思いますね。ですってなんか、いや、私も、だから、言っていただいてるけれどもね、親とか周りに。なんか、なんて言われてるんやろうなって今思い、ね、でも、あかねさんには、私的には、失敗とかあんまないというか、絶対、絶対、想像以上のものが出来上がるって分かってるから、いつもみんなでは、あかねさんに、そういうふうに声かけるというか、絶対に、ってくださいなんか、だからほんまに、でも私嫌なこととか行くとか全部忘れちゃうな。あかんわ。そうなんですか？だから全部忘れるからまた始まってんねん。だから、やってんやん、同じことよ、のようなことを。またその時だって同じように、どうしよう。でしょ？もう無理かもしれないです。もう言ってる。またみんな同じデジャブやって感じだよ。ちょっとさ、そうなんですよ。全部忘れてる。そうなんですか？ちょっと、だからなんか、すげーって今思いましたね。私もそうやってやってくれてるのに。忘れられてるかも。いや、でも、最近は、実家に帰ったんですけど、夏休みに。で、その時に、なんかわからないですけど、私、好きな食べ物ランキング1位は、何かわかってますよね？私の好きな食べ物ランキング1位。え？知ってます？どんなジャンルですか？すべての食べ物の中で。すべてですか？はい。これ結構いろんな人に発表してますけど。え？知らないですか？すべて、てか、いる？ちょっと、はい、候補が。候補じゃないよ。もういいです。どうせ当てられへんから。え？ちょっと、しゃいますか？トマト。違う！え？出てんの？そんな。お客、ビール、バカ、ビール。違う。もう、もうこれはでも、正直言うと、あーってならないかもしれない。で、でも、うちの母は知ってるんですよ。うん、私、一番好きな食べ物。で、どうしてもそれが食べたいってなって、一番好きな食べ物を食べたいです。料理ですか？はい。しかもそれめっちゃめんどくさいんですよ。何？正解はですね、春巻きです。何ですか？え、知ってるよな、長野。長野って。いや、そうなんですよ。ほんまに春巻き好きって、なんで知らないですか？
ちょっと変わってるんですけど、春巻き大好きなんですよ。そうなんですよ。絶対工程めんどくさいんですよ、あれ。なんか、炒めて、あんかけ、あんをまた使って、皮を冷まして、皮を巻いて揚げてって、そうですよ。それを作ってくれてたんです。優しい。涙。ほんまに涙。そうだ。作ってくれてるとか、うちらだけにしかない絆みたいなものを。親子とね、親子の絆みたいな。それ。あと、じゃあこれももう一つご紹介しますよ。ラジオネーム、新潟市のチーマルタさん。あかねさん、アバンゲリーの皆さん、こんばんは。こんばんは。次から次へと発表されるイベントに、驚きと嬉しさでいっぱいです。ハードスケジュールだと思いますが、体調に気をつけてぶっかましてください。応援しています。ありがとうございます。さて、質問ですが、はい、アバンギルディの制服は、中高生が使っている制服のように、夏服、冬服仕様はありますか？ないですよ。ちょっと。いや、暑い。びちゃびちゃなんて、もう絞れるもん、みんな。ちょっとね、絞れる。ないんですよ。売れまくり？でもね、どこをどうするっていう話になってくるの。はいはい、そうです。セーラー服とかどうですか？でも、こちら半袖ですよ。セーラース、夏を。夏半袖。でもさ、全然変わってくるやん。スタイルが。だけど、こちらの学校とかやったらさ、こう、ちょっと、ペンに照らす？太陽に照らしたらさ、そうなんだ。切ってもらっていいですか？何ぞ。学校の学校って何ですか？学校です。うちらの学校、高校ね。高校の時は、冬服は、めっちゃ結構。うちらの時は、何なんですか？シアン。いや、でも、ね、シアンだなって話でしょ。これ今、うちらに。ちょっと待ってください。待ってください。僕らの制服はどういう制服なんですか？ブザーですか？あ、これ何ですか？ワンピース。ちょっと何て言うんですか？何て言うんですか？ちょっと一回黙って。じゃあ、ブザーじゃないです。ちょっと一回静かにして。まず説明して。アバンギャルディの制服のことを言ってる？今。あ、違います。オッケー、そうし、あ、何をしてるのかわかんない。もう。一旦、うん、取り消し。カットで。カットで。そうです、もう。編集します。え、半袖？これもし、じゃあ、もう、ということで、ないです。カットです。ないです。もう、うるさい、この子は。もう、なんかさ、もしでさ、ミユって、うるさいよな。元気。めちゃくちゃさ、一人で。よく言われてるでな、ホテルとかでさ、なんか、同部屋になった子が、もう、ずっとうるさい。使ってたんですか？言ってうるさいって言ってました。なったことなくない？ないかも。ないかい？あ、3人やったらあれやん。ない？あ、ちゃんと。はい、ということで。はい、告知がございますか？告知ありますね。はい、いっぱいあります。めっちゃあります。あるんですか？8月17日にサマーソニック2024東京でアバンギャルディがパフォーマンスします。はい、こちらはですね、はい、オープニングアクトで選ばれました。すごいよね、サマーソニックですよ。はい、パシフィックステージです。はい、パシフィックステージ。そして、香川県で初のパフォーマンス、第1回河北マリンフェスタ in 香西、8月31日土曜日、夜7時30分からです。ぜひ来てください。野外かな？野外の方でパフォーマンスします。これも内容また変わるかも。花火あるそうですよ。あ、そうなんですか。はい、初の香川県。はい、初の香川県なんだ。はい、初ですよ。意外と。はい、そうなんですよ、ね。楽しみで。楽しみ。うどん県です。はい。食べて帰りましょう。ということでございます。はい、8月はちょこちょこっていうかね、今発表者に行こうやん。でも、9月とか挟んだらいっぱいあるって意味で言っちゃいました。うん。まあ、8月で行こう。2個だ。2個。ちょっとゆっくりめな感じです。でもね、よくよく考えてさ、去年はさ、なんかずっと忙しかったの何かしてる？え、ずっと？そう、アメリカズゴーストタレントのリハーサルずっとしてたから。だから会える機会もなかったのか、去年はそれで言うと、あんまり。というか別にもうそんなね、こんな大ごとになってなかったで、まだまだ。そう、だから、嬉しかったよね、頑張ったおかげで、今がある、イベントにも、そう、呼んでいただける。ありがとうございます。ございました。はい。じゃあもう8月入りましたのでね。皆さん、頑張っていきましょう！はい。ということで、はい。じゃあ、ラストソング。春音さんどうぞ。はい。ラストソングは、最近、出た、
チョンソミさんでアイスクリームです。どうぞ。どうぞ。